日本は朝日の瓶とか中瓶でもこれぐらいじゃないですか。カス見たとき泣いたよね。空気ひもさよるぶんありますよ。クッキーカプレク、クリコイミダ金경식입니다。大丈夫、無呼吸症候群。오랜만에또이렇게둘이서아저기비비크림가오랜만에근데쿠키토크뭐本当に意外と家にいることが多いじゃん最近、응、旅行に行きたい어디하나둘셋行きたいところ一回行きましょう오케이오케이하나둘셋캐나다何回私が韓国に行きましたし私はもうチキやってクリオハダの歌の時クリオハダ春보냈지만ナミソン대전대전で行きましたフィッシュアイ PCI 行きました5回ぐらい行きましたね아무튼그래서오늘저희가이야기를해볼것은크리코가지금까지한5번6번정도한국을가봤는데외국인으로서한국인천공항에딱내려서한국에딱가면어일본과좀다른게있네오아네오私は行ってないっていう人もいるかもしれないけど1回1回が長いじゃん1週間とか그치そして行ったらホテルとかで寝るんじゃなくて私할머니の家とか弟の家とか本当の韓国진짜韓国本当の韓国を見ますじゃな그럼크리코가한국을봤을때좀놀랬던것이있었나요네많이있어요最初が私が차가있잖아요내거それで車の文化が너무不思議だった韓国はなんかセダン系の大きい車が多くってあなんかレクサスみたいなさあでもやっぱりなんか日本車が小さいは小さいね韓国より家族4人いたらパパっ子、おまっ子全部ありますからなんか小さいのが可愛いとかそんなもありますなんか女だけどレクサスに乗ってたらおお男みたいとかもあるしなんか可愛い車とかクリームピンクとかあるしそんなのも楽しかったけど韓国みんな白かシルバーか黒のゴテゴテの高級車なんでお金持ちなんだろうって思ったのと日本人と韓国人のセンスの違いなのかなやっぱりなんか国による好きなカラーとかデザインとかが違うんじゃないまあじゃあなんかで韓国ってさセクシーでかっこいいのが好きじゃん逆に私もなんか日本で차があれこれそんなに小さい車がどうやってなんかちっちゃいのなんかビートルとかに乗る人とかいるじゃん犬の車や犬の車それとプラスしてパーキンじゃん言っちゃなよ日本は契約ハゴここならばすぐ警察が、あなたそれだけど私たちが韓国村行ったじゃんアパリンがあ駐車場探しましたっけえどこ行くんだろうってコインパーキングどこだろうって思ったら普通の道に縦列駐車シャシャって入れていやすごいなこれすごいショックだったのとめっちゃプロだ本当プロだよ。ああ、그렇구나。혹시모르시는분들을위해서한번말씀드리면일본은차를살때자기가주차할공간이있는지도확인을그치맞아맞아맞아차それがこれも逆じゃな。それの어때全然私も前左のハンドルしたことがある。ええ、嘘。どこでどこでどこでしたことがある。두번째。두번째。食さカフェについて。食さカフェ。韓国はすべてがビッグサイズじゃん。ああ、그렇죠。カフェに行ってもアメリカの M とかレギュラーサイズが日本の L ぐらい。逆に私も日本で、ああ、量が小さいね、そんな考えじゃないよ。ハンバーガーとかも小さい？小さい。そしてコーラとか見て、マクドナルドでコーラも見て、깜짝놀랐어요。コーラが4万円、진짜로。これぐらいはあるよ。あ、いや、コーラ4万円。이게 X ラージ、X ラージ。だから全部飲みきれないから、茶の中に置いておくと悪くなるじゃん。それが心配です、私は。でも全部飲みます。全部飲まれるじゃない。うるさい。ケーキの飲む管、なんかちょっとビッグサイズだったから、おおすごいな。なんかパンの量とかもすごい。ドーナツとかも、ダンキンドーナツも多いと思う。韓国ではもう量が小さいならば、それは悪いとや。料理も珍しいのが、4人いて、一つ大きいとか。家ももちろん日本そうするけど、レストランで大皿料理が結構多い。なんかみんなで同じ鍋をつつくじゃないけどそれは日本よりも多いしシェアが多いじゃないなんか大きい皿じゃなくても私のもなんかモーバーそんなのが多いから私子供の時それぐらい小学生ぐらいまでは된장찌개とかいったらみんながそこにスープで食べましたよ。でもなんか私が中学生ぐらいからテレビとかでもなんかこれが悪いだ。そこになんか大きいスープいち、国茶。国茶でそう。なんかそれがすごい嬉しかった。なんかおばあちゃんちみたいで。家族とかおまにんにしても、チャギにしても、私が食べるときに不便なことはやってくれるじゃない。ボーンデリットとか、カンジャンケジャンとかなんか全部取ってくれたりとか。
なんかそれが日本より多い気がする。근데それは韓国は外国人だからと思いますよ。本当？なぜなら同じ韓国人はなんか스스로できますから。간장게장とかも스스로できますから。でも優しいじゃん。おっとき먹어요それで、あ、ババそれじゃない、ごしてあげますよね。そんなケアがすごく強いと思う。だし、なんか、え、くにゃん、いやぎ大丈夫？大丈夫、大丈夫。え、道が汚い。ほんと、ほんと、ほんと。逆に韓国人も日本に来て、日本道がきれいね、汚くないかな、それが日本人目では逆ね。結構さ、ソウルとかの街をさ、コンデとか歩いてたら、何でも捨ててるじゃん。なんか、送風機もありますよ。ブランケットもあるけど、その上に、小木すれぎとかもありますよ。そんな人たち悪い人やな。そんなの、誰が片付けるかなと思って。はい。ああ、チャイガー。韓国は道が汚いですけど、家とかアミューズメントパークとかテーマパークの飲む綺麗だ。なんか自分のテリトリーとかお客様が来るところはめちゃめちゃ綺麗。あ、レストランとかも高級なピザだ、そんな雰囲気があるけど、なぜそれなら道をしませんかな。けど私一つは知ってます。一つ違います。ポイントは何よりも、日本は店の中で담배를しますから、韓国は絶対店の中でダメだな。韓国人は全部みんなが外で담배しますよ。맞아맞아。それなら外に담배しますんで、담배がここにありますからみんながここに쓰레기를해요。それならそこから쓰레기가なりますから。みんながするんだったらでしょ。でも日本は店の中で담배するから外で담배しないじゃない。一緒です。高い茶と쓰레기のコントラストがすごい。わあ、当たり前じゃない。でも日本人から見てそれはすごい思います。若い人でもブレンドものに興味があるとか持ってる人が多い気がする、日本よりも。どういうんじゃ、日本ならば GU だったりユニクロとか安いものとかそんなも多いですけど、韓国はコムデギャルソンのヤンバル履きます人、さっきもグッチクドゥありますじゃないよ。え、それが悪いんじゃないじゃん。あに私も高校生の時、韓国人はみんな同じやん。高校生の時めっちゃ山行きます、ダウンとかします、めっちゃ太いもの。でそれ理由が、韓国では私考えで부모가좀치유야드라마で誰が来たとか高いものを誰がなんか格好で買いましたならば、なんかそれ買いたいよみんなが。日本でもドラマで彼が来てたって言ったら欲しいと思うけど、韓国はもっと強いかもね。そうかも。高校生、中学生ですけど、高いですけど、부모ならば부모や。부모ならば別なの。なるほど。日本はそんなじゃないよ。もちろんそうですけど、やっぱり半減がいっちゃないよ。え、알겠습니다。ブランドの服と一緒に韓国来たんだって思うのがメイクアップ。あ、じゃん、見た時に、うん、わあ、ここ韓国だなって。なんで？みんな似てます。日本ってめっちゃやばい人とナチュラルな人ともうしない人みたいなのがあるけど、韓国は大体みんな同じだ。そうかな。私がなんか化粧についてあんまり関心がないから知らないね。それ見た時に、わあ、高校生だけどめっちゃ化粧してすごいなって思ったり。韓国でも高校生も化粧上手じゃん。私個人システムも高校生ですけども、化粧の大統領や。あとはスーパーに行きますよ。ビニールがない、ダンボールじゃん。あ、でバックス、それで絶対ビニールの方が楽だから。아니야근데박스가めっちゃ楽야うっそ。なぜならビニールは아프잖아요。ここが痛いじゃない。あれでもそれだ。そしてビニールはこれ、박스はこれして、こんなにいきますんか。박스박스。あとは、はい、するのスケールについて。あー、これはやっぱりだ。やっぱり本当にやっぱりね、日本は朝日の瓶とか中瓶でもこれぐらいじゃないですか。カス見た時も泣いたよね。しかもさ、安いじゃん。操縦は、そしてカウントができません。なんで？なんか、どれぐらい飲んだかなんか分かりません。日本に比べたらそれはそうね。たまにどんな店がありますれば、操縦私は結構一人飲みますじゃな。それ操縦瓶がここじゃな。じゃあもう一つお願いしますならば、バイト人が、分かりました、あ、操縦のためこれを行きますならば、こんなや。それなら、最後家に計算するとき、え？2瓶ぐらい多いと思いますよ、ね。そんなのあります。詐欺みたいな。うん、そうめく飲むのが一番リーズナブルだと思う。ちょうどいい感じで、操縦もちょっとずつだし、めく中もちょっとずつだし。それも
日本よりもバリエーションが적은데말이야말이야大体焼酎と맥주じゃない그렇지그렇지그리고하나씩今聞きましたじゃない外国人として韓国に行って見たショックなポイントとかについて聞きましたけどやっぱり国の人たちが外国人が来たと뭐라고해야되는거무지컷이너무무지컷이야그러니까아노쿠니의이미지와아노쿠니의히토타치가츠크리마스손나나니가하시다쿠니의이미지와모토모토아르모노じゃなくて쿠니의민나데츠크리마스아나가손나거나오늘촬영이끝나고둘이지금고기를먹으러가려고했기때문에지금마음은벌써우리고깃집가서술먹고있어빨리빨리하지만자기는일본거기싫어잖아빨리그손나나지하지마그리고직함이못다니나야아 자이마만에私가한국의びっくりしたことを何個か話しましたよね마지막에자기의好きな파트を빽하나します 빽하나します해봐어하나しますお하나します해봐뭐하나しましたもう今え早すぎて聞きます。もう早く、じゃあ何これ何歳のお笑いだよ、本当。2人で同じ答えができたら、すぐコギ食べに行きます。オッケーオッケーオッケー。ビールと一番好きな안주。1、2、3、ソーセージ。あ、그냥가자。그냥가자。